えっと、一つは、あの今日ここでやられているということで、外旋のほうが、まあ、あの名前を売るには効果的なないかなと思うんですけども、その点と、あと,、えっと、安倍晋三氏亡くなられまして、合計の安倍派会長に塩谷さん まあ、あのここら辺の自民党の方なんですけども、ここら辺で立候補されてるね、でその点からしても、まあ、安倍派っていうのは人数多いし、えー、と重点的に浜松、これから回っ,て回ってっていうか、外線、その他、こういった会をです、ね、積極的に開いてもらいたいっていう希望がありまして、えー、とその点お願いします以上です。 ありがとうございます。えっと、浜松にはですね、まあ、静岡ってむちゃくちゃ広いじゃないですか、で、おそらく大きく分けて、えー、例えばですけど、静岡で活動するって考えた時、えっときに、浜松1箇所、じゃあやっぱりこれ、静岡全体には厳しいですよね、おそらくもう一つ静岡市辺りだったり、もう一つは、えー、と三島辺りだったりとか。 まあ分割できる話ではないんですけれども、大きく分けて、そういうような活動をえっと多分連続させていく必要があるとは思っていますで一方でやっぱり、浜松というところで数多く、これまで,ですね静岡県内の中で考えれば、浜松の中での街頭宣伝、マイクを握って、外で同じことをやるんですね。 まあそういった方がアピール効果があるんじゃないかというお話ですありがとうございますえー、確かに今日ここにいらっしゃってる皆さんは、えー、令和を支持されている方もちろんアンチの方もいらっしゃるかもしれませんし、えー、どうしてもということで、えー、連れてこられた方もいらっしゃるでしょうまあ、でも限定されているということですね それを考えながら表でやったほうが、えー、全く不特定多数の方々の目に触れる可能性があるからそういうほうが好ましいんじゃないかというご意見です、確かにそういう側面もあると思います、で今日私がここの場所でマイクを握っている理由は何かと申しますと、もともと今日の会は、れいわ新選組の幹事長、高井隆の勉強会だったんですね。 高井隆が消費税のこととか、皆さんと勉強する会を開く予定だったんですけど、これがちょっと来年の4月に行われる統一地方選、こちらの方でもう結構、まあ、あの手いっぱいになってる状態で、じゃあ、私が代打で行きますわということで、えー、おしゃべり会、勉強会がおしゃべり会という形に形を変えて、えー、今日行われている状態です。 なので、何なんだよ、勉強会って聞いてたのにさ、みたいな話で、山本かよって思われてる方に本当に申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけれども、あのそういう形になったということですね、なので急に凱旋というふうに切り替えるのがちょっと難しい状態であったということでございます、でえー、っともう一ついただきました、安倍さんが、えー、銃殺をされたということで、えー、その勢力図みたいなものが変わっていっている様子のお話だと思います。 そこにおいて、この静岡県というところの力のある方がその次に駒を進めるんじゃないか、でその大きな派閥というところでの勢力図というところに関わってくるんじゃないか、だからこそこの静岡県を、特に浜松という場所に力点を置いていく、これから必要があるんじゃないのというご出身のお話だと思います。ありがとうございいいまます、えっと、まずもちろんそれぞれれぞの地域ににおてて力を入れていくために 私自らやってきたりとかっていうことではやっぱり弱いんですよね何が弱いかって言ったらやっぱり体が一つで例えば今日もともとの、えー、予定であった高井幹事長も体が一つですでそれで全国にって言っちゃうとやっぱり年間来れる回数っていうのはやっぱ限られてきちゃうっていうことになると思いますだからこそ必要なことは何かって考えるとやはり浜松であったりとか静岡県内に私たちれいわ新選組の看板を背負った 地方議員の誕生というものがやっぱり一番必要なんだろうと、やはりその地方議員を軸にしながら、ボランティアの皆さんだったりとか、支援者の皆さんたちと、勉強会を重ねたりとか、ご意見をいただいたものを党に、渡してそれをフィードバックさせたりとかですね、そういうさまざまな活動を、もちろん地域活動で地域の問題に取り組むということが第一ですけれども、そういうような役割を果たしてくれるというような方が必要になるんですね。で 今日いらっしゃってる皆さんで、浜松市民なんだって方は、どれぐらいいらっしゃいますか、ありがとうございます、おそらく半分、6割ぐらいですかね、それ以外の方は、浜松ではないけれども、静岡県民の方ということですかね、えっと、今、ここにいらっしゃる方々の中で、政治に非常に興味があると、地元の政治っていうものにちょっと打って出てみたい気持ちはあるんだけれども、前には進んでいない状態。 まあ政治っていうことを仕事にしてみてもいいかなというような気持ちがえ少しはあるって方、どれぐらいいらっしゃいますかいらっしゃるじゃないですか、もう、ありがとうございます、おそらくですね5名ほどの方ですかね、手を挙げてくださいました、今、手を挙げてくださった方の中ですでにえこちらに応募してくださった方、どれぐらいいらっしゃいますか、ありがとうございます。 1>, えっと1名の方が、えー、公募に応募してくださったということでございますけれども、ぜひ迷っててもいいんですよ、確定じゃなくていいんです、自分はなるっていう固い意志を持ってるんだっていう方のみならず、いやー、ちょっとよく分かんないんだよな、やってはみたいんだけれども、でもちょっと詳しいことも分かんないし、ちょっとなんかこれ、現実になるとは思えないなっていうような不安な状態でもいいので、とりあえず公募をいただきたいんですよ。 そうすれば面接をしたりとかして不安な点とかですね、さまざまなやり取りっていう部分がなされていくということが進んでいくんですね、つまり何かて言ったら静岡県内に令和の看板を背負った、それぞれの地方自治体での取り組みができる議員さんが生み出される可能性ですね。確定じゃなくていいです、自分はどうしてもやりたいんだって揺るがない気持ちがあるっていう人だけになると、これもう数が圧倒的に少なくなりますから、始まりはみんなふわっとしたものです。 そういう方でも結構なので、ぜひ、えー、ホームページからですね、こちらの公募の方に応募をしていただきたいということだと思います。静岡というところ、特に浜松というところが、これから自民党の中の大きな派閥の一つであるところの変革っていうところに関わる軸になるんじゃないかというお話でしたけれども、静岡はもちろんのこと、えー、浜松はもちろんのこと、静岡県内で、えー、ちょっと政治に踏み出してみようかな、ちょっと不安があるけど、よく分かんないけど、まあそういう気持ちは多少ある。 という方がいらっしゃるんだったら、ぜひ公募、えー、の方に応募をしていただきたいということでございました。ありがとうございます